飯田君を含めた僕たち5人は発信機が示したという神奈川県横浜市上の区に向かった。たどり着いた廃工場で僕たちが目にしたのは保管されているノームの姿だった。でもこの場所を突き止めて向かっていたのは僕たちだけではなかったんだ。プロヒーローたちも廃工場へ到着していたんだ。だけどその時あいつが現れて、せっかく戸村が自身で考え自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら一瞬の出来事、何が起きたのか。それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオールフォーワン。かっちゃん救出に動いていたの。ようやく会えたな。レッツストーリー。恐怖で体の動かない僕たち。その時目前にカッちゃんとヴィラン連合たちが現れた。ワープしてきたのか。いやそれよりも何かカッちゃんを救う方法はないのかと探していた。その時あの人が来た。やはり来てるな。また僕を殺すか、オールマイト。すべて返してもらうぞ、オールフォーワン。レディークラッシュ。ここまで5キロ余る。僕がノームを追って優に30秒は経過しての到着。衰えたね、オールマイト。スッ、とは貴様こそ。なんだその工業地帯のようなマスクは。だいぶ無理してるんじゃないか。平和の象徴は。スッ、悪人だと。やりすぎたかな。ここまでとは。せかすな。その程度。気まぐれさ。いいね。せかすなよ。来ないのか。やるね。守る者のため。あの未来は私が砕く。アメージング。5年前と同じ過ちは犯さん。爆豪少年を取り返し、そして貴様は今度こそ刑務所にぶち込む。それがやることが多くて大変だな、お互いに。
ないと。ようやくは俺がこの場に。レッツストーリー。オールマイト。心配しなくてもあの程度じゃ死なないよ。だからここは逃げろ、トムラ。その子を連れて黒霧、みんなを逃がすんだ。先生は常に考えろ、トムラ。君はまだまだ成長できるんだ。来い。めんどくせえ。レディー焦ってん。ゴレー打ちまくんだ。やった。受け取れ。爆放少年、今行くぞ。攻撃でさせないさ。そのために僕がいる。打撃で譲るか。ゴレー許せるか。潰してやる。まだ。なめんな。立ってろ。打撃で。あげる。立ってろ。弾っけろ。打ちまくんだ。目障りだ。打ちまくんだ。こいてんじゃねえ。うっとうしい。誘ってんのか。いや、しんどけ。はうぜ。一発だ。ヘッドショット。ウィーン。没個性どもが。レッツストーリオールマイトは現時点でカッちゃんを助ける。そのためにオールフォーワンを倒す。いわば勝利条件を2つ満たさないといけないんだ。カッちゃんだけでも助けられればオールマイトは戦いに専念できる。一瞬でいい。カッちゃんを助けられる隙があればと。みんなあるんだよ。決して戦闘行為にはならない。僕らもこの場から去れる。それでもカッちゃんを助け出せる方法が。でも僕だと多分僕じゃ成功しない。だから霧島くん、君が成功率を上げる鍵だ。俺が。僕とリーダ君で推進力を。そして霧島君の豪華で壁をぶち抜く。うるっ。開けた瞬間トドロキ君の氷結で道を形成。はるか上空から
戦場を横断する。そしたら霧島くんだ。ガッちゃんと対等な関係を築いてきた。友達の呼びかけなら来い。ダメだ。バカかよ。レッツストーリー。かっちゃんの救出に成功した僕たち、そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。レディークラッシュ。ファーストアタック苦手だ。で綺麗に形勢逆転だ。強制発動。さあ行くんだトムラ。待て、ダメだ先生。トムラ、君は戦い続けろ。トシノリのやつ早すぎる。しかも緑や人にますますお前に似てきとる。